風の影響も出ています。佐渡市では朝から係留していた船を引き上げ、ロープなどで固定する漁師の姿が見られました。台風そのもの の風というよりも返しといって、この行った後また風向きが変わるんで、そういうことも一つ考えて今準備している最中ですが、夕方には危ないと思います。だからロープだけ取っとこうかなと、さらに上越市の住宅地にある小学校では、大きな木が根っこから倒れてジャングルジムを押しつぶしてしまっています。そして現在業者によってこれから解体作業が行われます。校庭の木は午後1時ごろから1時20分ごろまでの間に倒れたものとみられます。学校に近い上越市高田では午後1時半ごろ 23.7 メートルの最大瞬間風速が観測されていました。学校では昼休みの時間でしたが、今日気温が高くなるということで外遊びや体育は中止にして、子どもたちは教室等で過ごすように指示を出していました。このため児童や職員に怪我はなかったということです。